奇襲踊り文だら節は、和歌山県和歌山市における夏の風物詩の一つである。1969年に始まり、今ではご当地温度になっている。踊るんや奇襲よさこい祭り、港祭りとともに、和歌山市内における三大イベントである。8月の初めの土曜日に、和歌山城周辺で開催される。参加者は、交換庁及び、和歌山市内に事業所を持つ。 企業、個人で作られた会などである。ニューバージョン文田ら21は、京橋から和歌山城西の丸広場までの約750メートルを踊りながら前進する。伝統的な成長文田ら節は、ケヤキ大通り六番町交差点から和歌山城西の丸広場まで。当日、その周辺は交通規制がなされる。江戸時代、キーの商人であった。 木の国や文在門をモチーフに詩が作られた。文荷らの名も木の国や文在門に由来している。また、踊りは1969年に和歌山市の市政80周年を記念して作られたものである。毎年参加者、見物人を合わせ、約10万人の人で賑わう和歌山県内でも有数の祭りである。2002年からはニューバージョン文荷ら21も誕生した。 歌を担当したのは、和歌山県出身のウィンズ。奇襲踊り文だら不死。ありがとうございます。